1948年に山本総司を社長に迎え、富士自動車と社名変更。1953年に東京ガス電気工業と合併し、1955年に三輪自動車富士キャビンを発売した。変遷を経て、1973年にゼノア株式会社、1979年小松ゼノア株式会社と社名を変更している。 小松ゼノアは2002年から小松の完全子会社となっている。日作り木工の前身は1914年東京工事町で創業し輸入自動車の木製車体を製作していた工場であった。戦時中は軍用木製品の製造にも関わり、1943年に日作り木工商と改名した。戦後は、 戦災のため世田谷に電子木製用家具などの製造も行った。山本総治1947年、日作り木工所は、商工省の指定により、日産自動車の指定工場となった。翌1948年には、日産自動車社長であった山本総治を社長に迎え、富士自動車株式会社と改名した。 山本は1933年日産自動車が設立された当初から経営に参画した人物で、戦時中は日産系の満州自動車の社長を歴任。太平洋戦争での敗北に伴う公職追放から日産自動車社長に就任するも、自身も公職追放の受け目に遭い、富士自動車の社長に就いたのであった。富士自動車は山本総司と共に、 激動の歴史を歩むことになる。まず注目したのは、占領軍自動車の修理事業であった。当時在日米軍最大のスクラップヤードは、横須賀市の旧海軍航空隊追浜飛行場に置かれており、ここに太平洋戦争での消耗で、スクラップ状態になったジープやトラックなどが、南方の戦場から運び込まれていた。富士自動車はここに工場を構え、 戦領軍自動車の修理、解体、再生事業を行った。1948年から開始された、米軍車両の再生事業は、当初好調で、町工場同然の企業は短期間に、従業員、約1万人の大会社に拡大した。富士自動車が1958年までに再生した、米軍車両は、延べ22万9100台に及ぶ。 1950年に朝鮮戦争が勃発すると、戦場から破損した車両が大量に持ち込まれ、工場は反動を極めた。事業は拡大し、1952年には株式を上場する。占領軍の自動車修理事業がいつまでも続くものではないと、同年に電撃的にクライスラーと技術提携を行い、乗用車製造事業に参入。 排気量 3500cc のプリムスのノックダウン生産を開始し、初年度180台、翌年288台を生産した。しかしながら、大型自動車の国産化に否定的な立場を取っていた通商産業省がこれを妨害し、富士自動車に外貨の割り当てを与えなかったため、ノックダウン事業は中止に追い込まれた。1953年に、 東京ガス電機工業株式会社を九州合併。合併に伴いガス電ブランドを引き継ぐ。ガス電は明治期に創業した歴史ある会社で、戦前戦中には神風号や航空機の航空機エンジン94式6輪、自動貨車94式軽装甲車などを生産した。戦後は小型バイクのエンジンなどを作っていたが、当時は経営危機にあった。 1955年には独自開発によるミワ自動車富士キャビンを発売。ガス電のエンジンを搭載し、木工技術の蓄積を生かして外国にも例のない FRP 樹脂製ボディを採用するなどした斬新な設計であった。しかし富士キャビンは生産と販売の両面で問題が多発。事業撤退までの2年間に85台が生産されたに過ぎなかった。 同じ1955年には、米軍修理車両の激減による、追浜工場の人員整理が発表され、これを不満とする労働葬議が発生、国会でも問題に取り上げられる事態となり、1960年まで、社内は混乱した。米軍車両の修理を行っていた追浜工場は、葬儀の末閉鎖され、これを日産自動車が入手、1961年から、 日産追浜工場として創業中である。1955年には、世田谷工場を分離独立し、同省本店とする同盟の富士自動車株式会社を別会社として設立。自動車車体のほか家具製造部門が分離作用家具の製造を行う。1994年に家具製造部門は廃止されたものの、2021年現在も株式会社、 iMAX として、駒沢大学駅前の同行場跡地に建設された、iMAX ビルを管理する不動産賃貸業として、存続している。富士キャビンに失敗、米軍車両修理事業を失い、労働葬儀で疲弊した自動車部門であったが、1961年秋の全日本自動車賞に、ガス電ミニバンを発表する。工業デザイナー、 竜総理の事務所がデザインした卵型のユニークなデザインを持ちガス電設計の2サイクル水平対抗に気筒 356cc エンジンを搭載したキャブオーバータイプの軽四輪車であった。しかし当時の富士自動車にこれを生産する余力はすでになくミニバン発表直後に社長の山本総司も急成した。1962年 社長を失った富士自動車は、小松製作所と業務提携し、バックホーやエンジン借り払い機などの生産に活路を見出した。その後、1973年に、ゼノア株式会社、1979年には、小松ゼノア株式会社と改名するなど次第に、小松色を強め、2002年には、小松の完全子会社となり上場廃止となった。 小松の一部門として、産業建設機器、農林機器、航空機部品、ラジコンやゴーペッド用のホビーエンジンなどを作っていたが、ホビーエンジン部門は廃止され、農林機器部門は2007年4月1日をもって、株式会社ゼノアとして分社し、全株式が、スウェーデンのハスクバーナに売却され、小松グループから、離脱、残りの部門は、小松フォークリフトと合併して、 小松ユーティリティ株式会社となっている。こうして、富士自動車の法人格は完全に消滅した。富士キャビン後 a 型富士キャビン自動車ボディメーカーの富士自動車が開発。富士自動車は小型エンジンメーカーの東京ガス電気工業を合併した直後で自動車メーカーへの飛躍を目指していた。木工ボディ製作の経験を活かした。 総 FRP 製フルモノコック車体を採用。エンジンはガス電製の単気キットを 125cc。2座席の乗用車で前輪2輪、後輪1輪のキャビンスクータースタイルであった。室内幅が狭いため2つのシートは前後にオフセットされている。前期型は合理化とボディ剛性確保のため、乗降用ドアを1枚しか持たなかった。 途中からドアを2枚に変更したものが、後期型と呼ばれる。ボディの生産遅延やクラック多発、走行安定性不良やエンジンの出力不足などで、商業的には成功せず、生産数は85台にとどまった。設計者は戦前ダットさんに関わり、戦後フライングフェザーを開発した富谷隆一である。大島拓、山岡茂劇、自動車、 第4章 P111 株式会社、EMAX 会社概要遠隔。ありがとうございます。